どうもどうも皆さんこんにちは、テックスタイルのテルです。さて今日の動画なんですけれども、今この動画を見ているあなたのメールアドレスの個人情報がすでに流出しているのか、それとも流出していないのか確認する方法を今回この動画を通じて皆さんに情報共有していきたいなと思います。どうですか皆さん、メールアドレス、Gmail や会社のメール、キャリアのメール、少なくとも1つ、2つ、3つぐらい持ってますよね。なので、そういったメールアドレスが流出している、流出していない、今すぐチェックしておきましょう。では、スタート。はい、ではですね、今回ね、この動画でさっきも言ったように、少なからず皆さんね、1つ、2つ、3つ、メールアドレス持ってますよね、使ってますよね。でそのメールアドレスって、このメールのやり取り、送受信だけで使ってますか？それ以外の方法で使ってませんか？何かこうログイン ID でそのアドレスを使ったりしてませんかね？ほとんどの方がこのメールだけでっていうね、こう使い方をしてないと思います。何かの ID、ログイン ID にそのメールアドレスが使われていることが、大半だと思うんですが、ただ、そのメールアドレス、この情報が流出していたとしても、大丈夫だろうとね、ちょっと思っている方もたくさんいると思います。実際に今テレビニュース等でね、こう大々的に取り上げられているのが、角川ですよね。もう皆さん耳にしたと思います。サイバー攻撃によって、約 1.5 テラバイト分の個人情報。これは会社のね、情報であったり、個人の情報とかね、ニコニコのね、配信者の情報とかでもいろんな情報が 1.5 テラバイト分暗号化されてしまって、角川側からはそのファイルを開くことがもうできない状態になっております。で、そういったハッカー集団は、これを返す代わりに、いくら払えと、身代金を要求をして、一部の報道によると、角川は約 4.5 億円ほど払ったという報道もあります。ここはちょっと定かではないんですが、ただ払ったにもかかわらず、さらなる身代金を要求されて、そこはちょっと拒絶しているみたいですね。で、このハッカー集団、期日を切ってきて、いついつまでにさらなる身代金を払わないと、我々が手に入れた情報を一部公開するぞと、そういったね、脅しもかけてきて、実際にこの情報、一部の情報が公開されてしまったんですよね。で、その中には、ニコニコ生配信の本名、名前、住所、電話番号とかね、そういったこともね、公開されてしまったという、報道があります。ただそういったニュース聞いたり見たりしても、ちょっと皆さんからすると、なんかね、遠い話のような気がしませんか？自分とはちょっと関係ないかな、みたいな。そういう感覚になるのは、当たり前というかね、当然だと思うんですよね。ただ、そういった直接的な関係がなかったとしても、こういった個人情報というのは、流出したり漏洩すると、周りに回って、最終的にご自身が被害に遭う可能性というのはあるんですよね。実際に僕のところに相談に来ている方でも、そういったね、被害者の方というのはたくさんいらっしゃいます。そういった不正利用とか、クレジットカードの情報、たかがメールアドレス一つとね、思っている方もたくさんいると思うんですが、そういう被害に遭われている方の一番最初の取っかかり、きっかけっていうのは、メールアドレスが流出しているってこと。例えばダイレクトにクレジットカードの情報、セキュリティコードとかね、ダイレクトにこう情報が流れているんであれば、わざわざそういう悪質な人間っていうのは、メールアドレスからね、情報をこう順番に抜き取っていくっていうね、作業は取らないと思うんですけれども、ただね、メールアドレス、さっきも言ったように、何かのログイン ID にしてませんか？アドレスが流出漏洩しているんだったら、パスワードも流出漏洩している可能性もありますよね。今回この動画では、一応2つの方法をお伝えしていきたいと思います。1つが、Gmail を持っている方、Google のアカウントからこう入っていただいて、セキュリティの項目に行っていただく。そのセキュリティの項目から、ダークウェブ上に情報がね、流出しているかどうか、スキャンする場所があるんですよね。ここで、ご自身の Gmail のね、アドレスが、ダークウェブ上に流出しているかしていないか、確認することができます。例えば Gmail、Google のアカウントを持たれている方、この Gmail のこのアドレスで、メールのやり取りしている方もいれば、このアドレスがアカウントになって、例えばね、拡張機能であったりだとか、いろんなアプリのサービスを関連付けている方もたくさんいると思うんですよね。仮にスキャンを実行していただいて、ダークウェブ上に情報が流出しているというね、アラートのメッセージが出た方は、最低でもパスワードの変更はしておきましょう。
このパスワードの変更しておくことで、いくら Gmail のね、アドレスが流出していたとしても、悪用される危険性の可能性はぐんと下がるのかなと思いますので、スキャンを実行していただいて、もし何も流出していなければ、まあね、そのまま使っていただければいいんですけれども、流出している可能性が高い方は、少なからずともパスワードの変更をしておきましょう。そしてもう一つね、アメリカのセキュリティ会社が提供しているチェックサイトがあるんですけれども、まあ、あえてね、この動画ではそこのサイトの名称は避けておこうかなと思います。まあ、アメリカの会社っていうこともあって、まあ、安心できるサイト、まあ、僕もチェックかけておりますので、安心はしているんですが、まあ、あくまでね、それはもう僕の個人的な見解というか、僕が大丈夫ってただ単に言ってるだけなので、あえて名称は避けておきますが、一応チェックできるサイトの URL はこの動画下の概要欄の方に貼っておきます。なのでチェックしたい方は自己責任にて操作してみてください。で、そこでチェックし終わった後ですね、そこはもう Google と同じで、まあ、何か流出しているというね、アラートが出た場合はメールのパスワードであったり、そのアドレスに紐づいている、まあ、ID として使っているそこのアカウントのパスワードのね、変更をかけたりだとか、そういうふうに役立てていただければなと。まあ、今回はこの2つの方法で皆さんが使っているメールアドレスがすでにダークウェブ上で流出しているかいないか確認する方法をお伝えさせていただきました。まあ、これは僕以前の動画でも言ったんですけれども、そういった情報ね、サイバー攻撃、人為的なミスによって情報をね、持っていかれたとしても、その持っていった情報が古ければいいんですよね。悪用されないんで。なので、こちら側としては、例えばメールにしてもアカウントにしても、今もうどこのサイトでもね、2段階認証的なものがあると思うんですよね。Apple で言うと2ファクター認証とかね、そういったところは必ずオンにしていただくっていうことを前提に、それでも何か漏洩がね、情報が流出していることがチェックして分かった場合は、パスワードの変更をする。それをしたことによって、ハッカー集団が持っている情報を古くするっていうことですね。こういったことを、最近はまめにやっていただくことによって、被害に遭わない、一番最初の初歩的な対処方法になるのかなと思いますので、ぜひね、今回の動画はちょっと難しく考えずに、チェックしていただいて、自分のメールアドレスの情報が出てるのか、出てないのか、それを確認するだけでも、ご自身が今後取る行動というのは変わってくるかと思いますので、ぜひね、参考にして操作してみてください。では本日も最後まで動画を見ていただいて、ありがとうございます。ではまた。では最後にテックスタイルチャンネルからお知らせとなります。僕のチャンネルでは iPhone や iPad、Apple 製品の何か質問、不具合、ね、実際に今何か問題を抱えている方がいらっしゃれば、この動画の下コメント欄に入れていただくか、X の DM 相談、または LINE サポート、この動画下概要欄の方に URL 貼っております。そこからお越しいただければ、直接僕からね、アドバイスさせていただきますので、何か不具合等を抱えている方は、そちらを検討してみてください。